人は、いくつになっても恋をしたいものである。しかし、年を重ねるごとに恋することに臆病になるのも事実。そんな中、30歳を目前にしてある男性と出会った一輝が経験した恋の話を紹介しよう。一輝は、学生時代のメンバーで忘年会をすることになったのだが、これが、その後の一輝の運命を変えることとなる。みそじのも女に彼氏ができた時のお話、前編。私たちにとっては、20代最後の冬。久しぶりに、高校時代の美術部仲良しメンバーに男どもも呼んで、ちょっと早めの忘年会やろう、と。そしてその日の連絡で、A ちゃんは私に、ほぼ消えかけてた人の記憶を蘇らせた。M 君は美術部員じゃなくなんとなく美術室に顔を出していた。でも私は、どこか陰気でトゲトゲしさのある彼が、どうにも苦手だった。飲み会の当日、お店に着くのが遅れてしまった私に、A ちゃんから電話が入った。ごめん、もうちょっとで着く？うん、気をつけておいで。玉山手筋もいるよ。はい、まあご想像通り、それが M 君の慣れの果てだった。大人になった M 君とはかなり話が弾んだ。それに私たちには、いくつか共通点があったんだ。まず、音楽が好きということ。それと、職業が微妙に被っていたこと。彼には私の職種方面のつてがなかったらしく、お願いされたので名刺を交換すると、周りからヤジが飛んだ。私たちの職種は年末が特に忙しく、クリスマスなんてできないのが恒例。もう慣れっことはいえ、なんとなく仲間意識が芽生えてしまう。それじゃあ、クリスマスに仕事終わって虚しくなったら、メールでもくださいな。M 君はさりげなく、自分の名刺の裏にメアドを書き込んだ。その後、私は、仕事のバタバタで M 君にメールどころじゃなかった。だけどクリスマスの夜、仕事帰りに立ち寄ったコンビニで、クリスマス用のショートケーキが一つ売れ残ってるのを見たら、ふと、あ、M 君にメールしてみようかな、という気分になった。あいにくと風邪をひいてしまいました。せっかくメールしてくれたのに申し訳ない。ケーキは買ってあげると良いでしょう。メリークリスマス。M 君はメールの返信が冷たかったかなと思い合わせて電話し本当に風邪だと告げた。確か一人暮らしだよね。ちゃんと食べてんの。一瞬、言葉が止まった。食べてねえな、こいつ。もし何か食べたいものあったら、持っていこうか。せっかくだし、この際、頼ってくれてもいいよ。ああそれじゃあ、甘くて柔らかくて喉に優しい、毛のつく食べ物を。売れ残りのケーキを速攻で買う。レトルトのスープやおかゆも買って、メールで送られてきた M 君のアパートへ向かった。はいこれ。ケーキと、その他いろいろ。じゃ、早く良くなれよ。え、ちょっと待った。お題。いいよいいよ、お見舞いだよ。サンタさんからの生活感あふれるプレゼントじゃ。あれだ、今度年明けに、食事でも、ご一緒に。なんだかやたらしどろもどろだった。あちゃー、病人に気を使わせてしまった。うん、楽しみにしてるわ。でもまずは、しっかり休んで風邪治せよ。何の期待もせずに年末年始を過ごして、普通に仕事始めを迎えて、やっとお正月気分も抜けてきた頃に、突然メールで M 君から食事のお誘いが来た時は、随分と律儀だなぁ、と思ってしまった。そして当日、挨拶代わりの会話をさっくり交わし、話題は音楽方面へ。話してるうちに、昔 CM で聴いてメロディーしか覚えていなかった曲を、なんと M 君が CD 持っていることが判明して、私、大はしゃぎ。もうずっと気になってたんだよ、お願いです、CD を貸してください神様。M 君が突然黙り込む。何？そのお部屋が、とても汚いのですよ。M 君の部屋は、汚いというのとはちょっと違った。ただ、部屋の割には大きすぎる本棚が一つ。そこから溢れた本と CD と DVD が、床にうず高く積まれていた。彼は、読書と映画と音楽をこよなく愛する、片付けられない男だった。じゃあ、CD はまた今度ってことで、本日はご満足いただけましたかね。お目当ての CD が見つからないとのことで、仕方なく帰った一致。その後、CD が見つかったってメールが来て、また外で食事して、それからはなし崩しに、なんとなく呼んだり呼ばれたりして、時には M 君の部屋で、語らったりして、つまり、私たちはいつの間にか、紛れもない友達関係になっていた。今まで友達としてしか見てなかった一致だが、ある事件により M 君に男を感じてしまう。飲み会からは、半年以上経った頃だったかな。M 君の車で、ちょっと遠くの美術展に出かけたことがあった。帰りに寄ったコンビニで、私は自分で出したゴミを捨てようと、ビニール袋を取って振り返ったら、隣の車に袋が当たってしまった。そしたらその車から、わかりやすい土建が降りてきた。
二人も、こいつがその袋を俺の車にぶつけたんだよ。傷がついたから、直してもらうから。M 君はドキュンの車の脇にしゃがみ込んだ。どの傷だかわかる？ドキュンに尋ねる M 君。そんなんわからねえよ。そこらの傷、全部だよ。なんで因縁つけといてんなこともわからねえんだよ。M 君は突然、柄の悪い人にジョブチェンジしていた。ぶつけたって認めといてバックれる気かよ。直さねえとは言ってねえだろ。こっちでつけた傷はどれだって聞いてんだよ。ああ、もうめんどくせえからいいよ。俺ら、ヤダの知り合いいるから。今から呼ぶから。わかった。待つから早く呼んで。M 君は立ち上がると、私の手を引いて車とドキュンから少し離れた。今日はもういいよ、めんどくせえ。とか言いながら、車に乗って行ってしまった。思いがけず肝が座ったところを見せられて私は初めて M 君を、かっこいい、と思った。錆びついていたマイハートが、ゴロンゴロンと動き始めた。吊り橋効果もあったんだろうけど、私は M 君に恋をした。私は本来の玉砕精神を取り戻してある日、M 君の部屋でアタックした。M 君、お話があります。はいはい、なんでしょう。好きです。付き合ってください。友達としてじゃなく、男性として好きになってしまいました。え？まさに、鳩が豆鉄砲な顔になる M 君。いやあんまり突然なので、驚いた。突然ごめんね。いえいえ、あ、そっか。俺、女の子から告白されたの、初めてなんだ。M 君はそのまま黙り込んで、私がいるのを忘れたような兆候に入ってしまった。しばらくはその沈黙に付き合ってたんだけど、途中で黙りかねて。それで、どうでしょうか、と先を促す私。あ、返事はちょっと待ってもらえる。はい、わかりました。私はこの日、すごすごと M 君の部屋を後にしたのでした。それから返事が来たのはなんと1週間も後のことだった。なんか、困らせちゃったみたいでごめんね。私はただ、自分の気持ちを伝えたかっただけだから。いやいや、困ってない。困ってないし、迷惑とかそんなことは全然思ってない。僕は何も悪くない。ごめん、ただちょっと、俺の方に問題があって。M 君は、ちょっと立場忘れてイラッとくるぐらい、何かもごもご言っていた。それで、途中で口を挟んでしまった。話したくないんだったら、話さなくても大丈夫だから、イエスかノーかでいいの、はっきり言って、振られるなら、何言われても一緒。あ、ごめん、イエスです。あ、はいはい。はい、聞き間違えたわけじゃない。あれだけもごもごしていた M 君が、そこだけはっきりと言い切った。だけど手放しに、やったー。なんてなれるわけがない。でも本当に付き合うかどうかは、これからの話でも子が決めた方がいいと思う。俺、人格にかなり問題がある。何もされなくても、何の理由もなく。相手は全然悪くないのに、急に別れたくなるんだ。それまで気にしてなかった些細な欠点を責めたりして思いっきり振る。しかも、そうやって別れた後、ものすごくスッキリするんだ。むしろ、そのスッキリ感が欲しくて別れるんだと思う。だから多分、俺が女と付き合うのは、別れるためなんだ。友達として付き合ってきて、もこと話してると楽しいし、一緒にいたい。だけど、これ以上の関係になると、俺は絶対にもこにひどいことをする。その時傷つくのはもこだ。それだけは避けたい。なんとかして自分を変えたい。だけど自分が変われる自信が全然ないんだ。私は、それでも M 君のこと好きだよ。だからさ、付き合ってみようよ。自分を変えたいって思ってる M 君を、私は信じるよ。もしこの先、私が傷ついたとしても、それは私の選択だよ。絶対惹かれて嫌われると思ってた。だけどもことは、ちゃんと付き合いたかったから、なおさらちゃんと話さなきゃいけないと思ってたんだ。どうもありがとう。これからもよろしく。もう女にとって、これほどの告白の言葉はありませんでした。こうして私は、M 君の言ったことについて深く考えることもなく、彼とのお付き合いを始めたのでした。後々、泣くことになるとも知らずに、自分が好きだという気持ちを押し通して付き合うことになった一致と M 君だが、後々泣くことになるとはどんなことが待ち受けているのだろう。ある日のこと、私は M 君の部屋で、ホットケーキを作っていた。すると M 君が、私が買ってきたメープルシロップを片手につぶやいた。子供の頃、これ一瓶舐めて気持ち悪くなったことがあったなぁ。一瓶も、プーさんか。いやぁ、なんだか、甘けらなんでもよくってさ。ああ、甘いもの禁止だったんだぁ。いや、おやつの習慣自体がなかったから。へぇ、変わってるね。でもそれじゃ、お腹すいちゃわなかった。私としては、純粋に不思議になってそう聞いたんだった。だけどそれに対する M 君の答えは、とても不自然なものだった。いや、おやつの習慣自体がなかったから、
要するに、こんなもん一瓶舐めちゃうようなアホガキだったってことですな。でもさっき、自分でおやつの習慣がなかったって言ったんじゃん。というツッコミは絶対させない雰囲気で、この会話は終わった。私としては、おやつのことなんか、どうでもよかった。それより、なぜあんなわかりやすいごまかしをされたのかが気になった。彼は会話中に、そういうごまかしをすることが時々あった。それまではなんとなく流してしまっていたけれど、この会話は、なぜか私をやたらざわざわさせた。時々会話をごまかすことが気になっていたが、確認するにも気づくと M 君の過去を何も知らないことに気づいた一致だった。言いたいことは言っちゃわないと気が済まない私ですが、この時ばかりは、さすがに慎重になりました。ここはやっぱり、O 君に話を聞くのが一番だと思ってメールしてみた。一致が高校の美術部の時に M 君を連れてきたのが O 君である。M 君に漠然とした違和感や不安を感じていること。それはもしかしたら、家族との関係から来てるんじゃないか。と思っていることを送信したら、ちゃんと話したいから、今度うち来て。そんなご迷惑をおかけするわけには電話じゃダメかな。来ればわかる。こうして私は、O 君宅へお邪魔することとなった。疑問を抱きながら O 君宅に向かった一致。O 君の奥さん、S さんは、4つ年上の美人さんだった。新婚当時の O 君夫妻は、ちょっとしたトラブルを抱えてしまっていた。その解決に M 君の職業知識が役に立ったため、人肌脱いでくれたらしい。解決までの半年間、時々 O 君夫妻は自宅に M 君を招いて、手料理を振る舞ったりしていたそうだ。S さんと M 君は、そうやって何回か会ったことがある程度の関係。それなのに S さんが M 君に詳しいって、どういうこと？最初のうち、私にはさっぱりわからなかった。もこさん、性依存ってご存知ですか？ S さんの突然の質問から、その日の私の修羅場は始まった。はい。夫から棒振るわれても、別れられない妻、みたいなやつですよね？そうです。なんかすごいピンポイントな例えですね。実は、私がそうなんです。私の場合、夫じゃなくて初彼です。それまで優しい人だったのに、同棲した瞬間に老変って、お決まりのパターンで。はあ、つまり何が言いたいかっていうと、もこさんが M さんに感じた違和感がですね、よくわかるんですよ。まあ俗に言う、同じ匂いがするってやつですかね。O君の話によると、M君の実家の様子は私の想像と違っていた。かなり裕福で、社会的な地位が高いご両親。一見、誰もが羨むような恵まれた環境。けれど O 君が M 君から聞いた老いたちは、羨ましいとはかけ離れていた。子供の頃、入退院を繰り返す体の弱いお姉さんに、両親はつきっきりだった。それで M 君は、物心ついた頃には、知人の家に預けられていた。夫婦は、いずれ M 君を後取りとして養子に迎えるつもりでいた。親元を離された M 君は、子供ではなく後取りとして扱われた。2、3年でお姉さんの体調も安定したため、M 君は家に戻され、ようやく家族と暮らせるようになった。けれどすでに両親にとっての我が子とは、お姉さんだけになっていた。M 君は一時的に預かっているだけの存在でしかなかった。M 君曰く、それは教育というより、管理だったそうだ。それでも、M 君にだって自我は芽生える。彼は高校受験にわざと失敗した。彼にとって、初めての反抗だった。知人夫婦が望む高校に落ち、滑り止めの高校に通うこととなる。そして高校卒業後の4年間は、O 君宅を拠点にしてあちこち放浪。定職にはもちろんつかず、バイトしながら食いつなぐ。そんな彼を見限って、知人夫婦の方から養子縁組を立ってきた。子供の頃に預けられてから、約20年。M 君は、これでようやく精神的にも家に帰ることができた。でも O 君は、M 君宅から引き上げる時のご両親の言葉で、なんとなく悟ったそうだ。私たちはお前を心配してたんじゃない、心配してやってたんだ。それなのに、この役立たず、M 君はすいませんでした、と一言残しただけだったそうだ。家族との関係の中で、存在価値なし、というレッテルを自らに貼った M 君。彼の貧しい生活は、どうやらそこから来ているようだった。だったら、あとは彼のレッテルを、存在価値あり、に貼り替えればいいだけだ。それが難しいことには、私には思えなかった。だけど、そんなうまくいけばね。O 君は、あんまり明るくない声で言った。でも本当は M さん、自分に存在価値なしとは思ってないですからね。それまで黙って O 君の話を聞いていた S さんが、また唐突になんか言い出した。M さんが、親から認めてもらいたいと思っているならそれが無意識であればあるほど、彼は人を道具にし続けるだろうなってことです。
現実の行動として、彼は絶縁までしてますし、表面上は、自分は親から完全に自立したと思っているでしょうね。それは M 君が強依存だってことですか。私はそうは思いませんし、もし無意識がそうであっても、そんなに問題にすることでもないように思えるんですけど、別にそれで困ったことが起きてるわけでも、何でもないですし。もこさん、矛盾している。S さんにバシッと言われた。M さんについて困ったことが起きてるから、今日はうちに来たんですよね。そうですけど。私は M 君の生い立ちとかが知りたかっただけで、その確認が取れたから、別にそれでいいかなって。生い立ちの確認取れればいいってことは、M さんがネグレクトされてたのが分かってよかった、ってことですか。なんですかそれ。そんなんじゃないですよ。じゃあ、なんです。なんです。と問われて、たじろいだ。だって自分でも一瞬。じゃあなんなんだ。ってなったから。もし彼に、今の生活を改善する気がないなら、もこさんがやろうとしていることは、知人夫婦や両親が M さんにやった押し付けと一緒じゃないですか。はい。畳みかけてくる S さんに、どんどん混乱していく。私は、別に、そうじゃなくて、M 君がもっと、自分を大事にしてくれればいいなって思ってるんです。確かにそれは、私が勝手に望んでることです。私は男の人とのお付き合いは、確かに初めてだけど、相手のためを思って行動することは、そんなに責められることなんでしょうか。生活能力が低い彼氏の世話を焼いてあげたいって思うのは、彼女として、そんなにおかしい行動ですか。全然おかしくないです。当たり前のことだと思います。じゃあなんで、雲行きの怪しい様子を察して大が口を挟んだ。余計なお世話かもわからんのだけど、M はちょっと、癖があるっつうか、その女癖悪いんだよ。ものすごく言いにくそうにする O 君。ああ、知ってるよ。告白した時、M 君が自分から話してくれた。え、そうなの。うん。そういう癖を直したいってすごく悩んでて、正直に話してくれた。私は、最初から知ってて、M 君と付き合うことを選んだんだよ。だからそのことについては問題だと思ってない。んでも逆言えば、本人が直したいと思ってるのに、これまで直せてないってことだからな。さ、落ち着いて、よく考えてみろよ。自力で直せるとしたら、同じこと繰り返すと思うか。さ、ちょっときついこと言うぞ。もこがいくらあいつを信じたところで、あいつが治るわけじゃねえと思うよ。パン、と頬を張られたような気がした。お前、M の何が良くて付き合ってるんだよ。だって、一緒にいて楽しいし、M 君は、優しいし、かっこいいし、面白いし、私、本当に M 君のこと、大好きなんだよ。それはわかるよ、俺もあいつのそういうとこは大好きだよ。でも、あいつはこれまで女を自分都合で一年更新してきたような地雷男だぞ。しかも、それを正直に明かしたってことは同じことをお前にやるぞって、宣言してるのと一緒だぞ。違うよ、そんな宣言したって、M 君には何のメリットもないじゃん。あるよ。一年後に別れる時に、俺の欠点は、正直に話してある。それでも付き合うって決めたのはお前の方だ。で、責任を全部もこにかぶせることができるじゃねえか。それでも私は、信じてるんだよ。信じるしかないじゃん。私、ただ M 君のことが好きなだけなんだよ。それって、S が某男を好きだと思ってたのと、何が違うんだよ。今度は、ガン、と頭を殴られたような気がした。一瞬、本当に O 君から殴られたかと思うようなめまいがした。ぼーっとしてると、S さんが私の顔を覗き込みながら。大丈夫ですか?と声をかけてくれた。その S さんの目を見ているうちに、やっと気づいた。ああ、そうだったのか。S さんはずっと、自分や M 君の話をしてたわけじゃないんだ。S さんは最初から、私の強依存の可能性を指摘していたんだ。私はそれを受け入れたくなくて、あんなにイライラしてたんだ。だけど私は、さっきの O 君の問いかけで、はっきりと気づいてしまった。私が O 君から聞きたかったのは、あいつはおかしい、っていうお墨付きだけ。だって、そのお墨付きがあれば、私は大手を振って M 君の世話が焼ける。つまり私は、口ではいろいろ言いながら、M 君に代わってほしいなんて、本当は、これっぽっちも思ってはいなかったんだ。会話を重ねる中で、本当は M 君ではなく、自分のことを相談していたと気づく一致。私もう M 君とは、お付き合いできないです。そうですか、うん。だけど別れたくないんです。わかります。でももう、自分がどうしたいのか、わからなくなっちゃって。わからないのは、頭で考えちゃってるからです。
今大事なのは、頭で考えた理屈よりも、心で感じる気持ちじゃないですか。気持ちを感じるだけなら、いつだってできるはずですよ。別れたくなんかないです。たとえ共依存と言われても、やっぱり M 君が好きです。今の私にわかるのは、それだけみたいです。だったら別に、別れる必要ないんじゃないですか。でも、こんな浅ましい気持ちで M 君と付き合っても絶対にいい方向へなんて行きっこないです。大丈夫ですよ、そんなの。実は男女の関係って、大抵が共依存なしには始まらないそうですよ。別に特別なものじゃないんです。そうと自覚してるかどうかだけで、その後の関係は変わるもんですよ。私が頑張ればなんとかなるでしょうか。ん?もこさんだけ頑張っても、どうにもならないでしょうね。そもそもですね。M さんとお付き合いするのに、どうしてもこさんだけが頑張るんですか。え、それは。別にいいんじゃないですか。特に頑張らなくても。え、いいんでしょうか。うん。頑張れって、誰が言ったんですか?誰がって、あ。言ってるのは、私だけですね。ですね。そうか、別にいいんだ、頑張らなくても。S さんは、すごかった。話していると、自分の脳みその表面に凝り固まっている。思い込みだの偏見だのが、ガンガン剥がれ落ちていくみたいだった。もこさん、人を束縛するのはね、社会とか規則とかよりも、圧倒的に、自分自身なことが多いんです。だけどそうやって自分で自分を束縛しないと、生きられない人生もあるんです。だって彼は、未だに自ら一人ぼっちになって生きていこうとしてるわけですから。人が人を変えることはできません。自分しか、自分を変えられる人はいないんです。できるのは、相手の存在をそのまんま認めることです。私は、そうやって相手を尊重し合うのが、愛なんじゃないかなって。自分が好きになった人が、過酷な環境にあったことを知った一致。これからの二人には何が待っているのだろうか。後編へ続く。